先に日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました。ここに即位礼正殿の儀を行い、即位を内外に宣明いたします。 上皇陛下が30年以上にわたるご在位の間、常に国民の幸せと世界の平和を願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その御心をご自身のお姿でお示しになってきたことに、 改めて深く思いをいたし、ここに国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら憲法にのっとり日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓います。 国民の英知とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。 謹んで申し上げます。天皇陛下におかれましては、本日ここにめでたく即位礼正殿の儀を勅行され、即位を内外に宣明されました。一同こぞって心からお喜び申し上げます。ただいま天皇陛下から上皇陛下の歩みに 深く思いをいたされ、国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら日本国憲法にのっとり象徴としての責務を果たされるとの
お考えと、我が国が一層発展し、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを願われるお気持ちを伺い、深く感銘を受けるとともに、敬愛の念を今一度新たにいたしました。私たち国民一同は、天皇陛下を日本国及び日本国民統合の象徴と仰ぎ、心を新たに平和で希望に満ち溢れ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ時代を作り上げていくため、最善の努力を尽くしてまいります。ここに令和の世の平安と天皇陛下の弥栄をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。令和元年10月22日、内閣総理大臣安倍晋三。ご即位を祝し、天皇陛下、万歳！万歳！万歳！
ご参列の皆様には恐縮ですが、ご案内申し上げるまでしばらくお席にご着席のままお待ちください。ご参列の皆様には大変恐縮ですが、ご案内申し上げるまでしばらくご着席のままお待ちください。